ジジプロイエッティは、イタリアの俳優、声優、映画監督、脚本家である。本名、ルイジプロイエッティ。1940年11月2日、イタリアの首都ローマに生まれる。1955年に公開された、ビットリオ・ドゥーゼ監督の映画イル・ノーストロ・コンペオーネへの出演が、最も古い出演記録である。本格的に映画への連続的出演が始まるのは、 1966年に公開されたアルマンド・クリスピーの及びルチアーノ、ルチニャーニ両監督による映画レピアセバリー・ノッチ以降である。1970年に制作、公開されたティント・ブラス監督の梅め木に出演、脚本として初めてクレジットされた。1990年代からはテレビ映画で監督業に進出している。 声優としても知られ、アラジンのイタリア語吹き替え版では、ジーニーの声を演じている。1997年には、マーティン・スコセッシ監督の、カジノのイタリア語吹き替え版でのロバート・デ・ニーロへの吹き替えで、ナストロ・ダルジェント賞最優秀吹き替え男優勝を受賞している。2003年、カルロ・バンチーナ監督のフェブレ・ダカバロ、ラ・マンドレイカタで、 ナストロ・ダルジェント賞最優秀男優賞を受賞した。イタリア民主党支持者である。特筆以外はすべて出演である。ありがとうございます。